記事広告とは一般に新聞、雑誌などにおいて PR 内容が通常の編集記事とよく似た体裁で編集されたペェドパブリシティの一種。広告記事と呼ばれることもあるが、あくまでも広告であり記事の一種ではない。記事広と略称されており、アドバトリアル、アドバトリアル、アドバタイズメントとエディトリアルのカバンごと呼ばれることもある。一目でそれとわかる。 準広告とは異なり、見かけ上記事の定裁を取ることで、あたかも新聞社や出版社が内容に対し協賛、保証しているかのような印象を与えるなど、消費者の警戒心が薄れ注目を集めやすいとされる。報道に属する新聞や雑誌の記事を作る場合は、通常はクライアント企業、広告代理店が持ち寄った情報をもとに、媒体編集者が公共性を勘案しながら、 制作を行うが、広告代理店が記事を制作する場合もある。この場合、広告、商品の宣伝を主な収入源に置いている広告代理店は、ある程度公共性を犠牲にして、PR 内容を盛り込む傾向がある。記事広告は、費用的には、広告に準じた水準となる。マスメディアにおいて、広告収入が減少傾向にある中、 記事広告は重要な収入源となっている。掲載枠の隅に広告、PR、AD、協力等と広告である旨が小さく書かれている。雑誌では広告枠に掲載されていることもあり、ページ番号が記入されないことが一般的である。なお、雑誌、テレビ番組など各媒体に合わせたフォーマットで作られているものは、ダイアップと呼ばれることが多い。 雑誌及びラジオにとっては、広告収入の減少は深刻であり、一部を除けば、記事広告による収入は、生命線とも言える。ペイドパブリシティの案件に合わせて、記事や番組が構成される、タイアップも見受けられる。テレビにおいてもペイドパブリシティは広く導入されている。情報番組などにおける、紹介のほか、ドラマなどで商品をさりげなく露出させる手法も、定番となっている。 また明確な分類は難しいものの、テレビショッピングも記事広告の一形態と考えることができる。主に音楽番組でアーティストの歌唱中に表示される1970年代中盤まで行われていたテロップ CM も、ペイドパブリシティの一種である。民間放送のバラエティ番組において、大手配給会社系列のハリウッド映画を扱う場合、映像の利用ならまだしも、 タイトルの発言のみに止まる場合も含めて、ビデオグラム版のパッケージを載せるため、それらすべてがビデオグラム版のペイドパブリシティとなっていることから、それらの VOD 版でも配信の許可を受けている。新聞においても記事広告は多いが、有力紙では記事の隅に PR、企画広告といった文字を載せる、編集協力者として企業名を明示するなど、 一目で広告とわかるような注意書きがなされるのが普通である。またインターネット利用者の増加に伴い、この分野でのペイドパブリシティが注目されている。ブログやメールマガジンに記事広告を出す手法が広まりつつある。インターネット上で記事広告を掲載する場合、大規模なサイトやオピニオンリーダーに依頼して情報の普及を図る方法と、 多数の小規模媒体に直接依頼して情報を仕掛ける方法がある。他の媒体と比べると広告審査がないため幅広い表現方法が使える。メリットがあるが執筆内容が記事広告であることが露見した場合は激しい拒否反応が起きる傾向がある。超鎮記事があくまで記者やメディアの自発的な意思によって取材対象を持ち上げるものであり、 金銭のやり取りやその金額についても不透明であるのに対し、記事広告は依頼主が正式に広告料を負担して掲載してもらうものである。記事広告の場合、企業側の情報に基づいて記事が作られ、大抵は独自取材は行われないので一方的な内容になる。ジャーナリズムの観点からは中立性、正確性を損なう可能性がある。 記事に広告としての明記がされていないノンクレジット記事広告の場合は広告主のお金によって書いている記事にもかかわらず広告とわからない普通の記事に見えるため読者からすると単なるやらせ記事として捉えられる代表的な例としては2000年から2001年にかけて朝日新聞社が週刊朝日市場における連載企画について竹藤から 編集協力費名目で5000万円を受け取っていたにもかかわらず、市場では竹藤のクレジットが一回も出されなかったケースが挙げられる。一部業界では監修化しており、急には変えられないのではないかとの見方がある。広告主が広告とわからないように記事を書いてほしいと依頼し続ける可能性もある。その一方で広告表記のない記事広告を是正して、 再発防止に取り組む企業もある。また放送メディアの場合、放送法との兼ね合いが問題になる。第51条の2において、対価を得て、広告放送を行う場合には、その放送を受信する者が、その放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならないと規定されており、一部のペイドパブリシティはこれに抵触しているのではという指摘もある。 ジャーナリズムにおいて記事広告の取り扱いには最新の注意が求められ、一般消費者側ではメディアリテラシーが求められる。ありがとうございます。